北国新聞ニュースをお伝えします全国障害者芸術文化祭のメイン行事の一つとして金沢市の県立音楽堂交流ホールで障害者のアート作品が紹介されています全国障害者芸術文化祭は国民文化祭と同時に行われこのうち県内初開催の全国障害者作品展が 一昨日から始まりました。会場には43都道府県から寄せられた絵画や書道写真、立体のおよそ700点が展示されています。初日には県内の作家が自分の作品を紹介する機会があり、シュヴァルツの名前で活動する。野々市市の高林真帆さんが九谷焼の細強の技で制作した作品。 泳金魚皿金沢市の加藤健洋さんが鮮やかな色彩の人物を組み合わせた作品私らしししい色をそれぞれぞ説明しました全国障害者作品展は今月18日まで県立音楽堂交流ホールで開催され期間中に作品の人気投票やオリジナル和傘の講習会も予定されています。 このうち人気投票の上位作品には、きらめく賞が贈られ、今月25日から椎野木芸品館で始まる石川未来アート展でも紹介されることになっています。子ども食堂がつばた町に出張し、子どもたちが工作や食事で楽しいひとときを過ごしました。 つばた町では、子ども食堂の活動が4年前から途絶えています。このため、金沢市内で活動する金沢っ子ニコニコクラブと、多くは子ども食堂は活動を広めていこうと、おととい、つばた高校を会場にい日限りの食堂を企画しました。その出張食堂には、およそ40人の親子が参加し、食事の前に、 キーホルダー作りを楽しみました。この取り組みには、金沢学院大学芸術学部の広根綾子教授のゼミ生21人が協力し、子どもたちは羊毛のフェルトを材料にトマトや大根などの形をしたキーホルダーを作りました。工作の後はカレーが出され、親子がキーホルダーの出来栄えを話し合いながら 食事を楽しんでいました出張子ども食堂を企画した一人木成さやかさんは初めての出張形式だったが活動を知ってもらえて良かったと話していました同じ会場では子ども食堂の運営を目指す人を対象にしたフォーラムもあり活動内容や支援策が紹介されました北国新聞の カラフルなラッピング紙面を使ったバッグ作りが野見市内で開かれました。野見市の吉原・釜山町公民館で開かれた一昨日の催しには、地元の高齢者で作るうらら会の会員23人が参加しました。そして、趣味で新聞バッグなどを作っている野見市西二口町の 藤島美代子さん64歳から手ほどきを受けながらバッグ作りを進めました材料は北国新聞を創刊した赤羽万次郎のイラストが描かれた8月5日付のカラフルなラッピング紙面で参加した人たちは手のアイロンをしっかりかけるといったアドバイスに従って仕上げました浦田会の会長吉田健三さん75歳は 手も頭も口も動かし、みんなで楽しく過ごすことができたと笑顔を見せていました。今月二十日の世界骨粗小小デイを PR しようと、金沢駅に大型タペストリーが掲げられています。国際骨粗小症財団と WHO、世界保健機構は、世界中から 骨粗小症による骨折をなくそうと1998年に世界骨粗小症デーを制定しキャンペーンなどを展開しています金沢骨を守る会と骨粗小症財団も啓発イベントストップザ骨粗小症に取り組みその一環として金沢駅のもてなしドームにおとといから今月28日まで縦8メートル 横三メートルのタペストリーを掲げていますタペストリーには人目を引くよう力強く骨の文字が書かれコッソ小生デイの二十日から二十六日にかけてはもてなしトームに隣り合うつづみ門が取り組みのイメージカラー青色にライトアップされます冬の使者コハクが白石の大地形に姿を見せ始めています 琥珀町の越冬地や中継地として知られるおうち方には、一昨と十三3羽が今シーズン初めて飛来しました。白石文化協会の前の副会長で、地元の野鳥を観察している野村久志さん、七十四歳によりますと、琥珀町の初飛来は平年並みにあたる去年と同じ日でした。肩に降りた琥珀町は水草の根などを食べ、羽を休めていました。 ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました金沢ケーブルは加入相談会を行います相談会の会場はご覧の通りです相談会では事前に来場予約した上で金沢ケーブルのいずれかのサービスにご加入いただくとクオカードペイ500円分をプレゼントいたしますご来場の際は事前に来場予約した上で会場にお越しください 電話番号は零一二零七五一一一四番です。お待ちしています。